村上監督は昨日の試合について、まあ、コピー選手ばかりなんだけれども本物が負けちゃったんだって悔しい表情で語っていました、はい、まあ、今日はどうしても勝ちたいと思ってると思いますね、はい、セカンドゲーム今日駆けつけているファンサポーターの声援にも応えたいところですよね。さあ第2ゲームです。井出沢のサービスから、はい、やはり今ねバックに返ってくるボールをどれだけ打てるかですね。1本目からいい攻撃しましたね。ナイスボールですね。2本目はい、今のも1本目を返して2本目をカットされてやろうとした、まあ、結果的には、まあ、ミスはしましたけど、まあ、得点につながるミスですね。3対1、動画リード。お互い相手をどれだけ動かすかというのがですね、得点につながるパターンが多いですね、はい、まあ、攻撃で打ち抜くというよりは相手をどれだけ動かすかという得点の仕方ですね。お互いそういうシーンがよく見られますね。やはりこれだけ動かされると前面をカバーできるフットワーク力、はい、で、まあ、正しい判断で逆を突かれないということが大事になりますね。はい、これフットワーク力を身につけるにはどういった練習が必要なんですか。たくさん動いてフットワーク練習するしかないですね。石田さんは今子どもたちにどういったところ、どういった練習方法で、まあ、やはり基礎技術を上げることがやっぱり試合の勝利につながるので、うん、はい、やはり試合でこう動けなかったなと思ったら練習することは必要だと思います。フットワークなのでよく走ったりとかそういったことは。そうですね、そうもありますね。はい、いいですね。今のように積極的にやはり攻撃していくというのは大事だと思います。でやはり先ほどロングサーブで出されて今フォア前 2本攻められているので、まあ、次の、レシーブの時には予測が立てやすいと思います。デサーのサービス、はい、レッドやり直しです。第2マッチは異質対超異質、はい、ということだと思われますが、この繰り広げられるラリーというのは唯一無二ということでしょうか。そうですね、本当に難しいボールが飛んでると思います。はい、貴重なラリーですね。はい、まあ、先ほど2本フォア前に来ているので、まあ、ロングサーブが来るだろうという予測もあったと思うんですけど、1本でもですね、回り込んで打つとロングサーブが来なくなる可能性もあるので1本は回り込んでもらいたいところですね。さあ回り込めるか。はい、まあ、今モーション的に短いサーブだろうというところでフォア前に動き出したんですけど、初めてバック前に出しましたよね、はいはい、ちょっと意表を突かれたと思います。さあ伊藤が
ゲームポイントを握りました、はい、積極的ですよね伊藤選手、はい、簡単なボールではないんですけどね、よく攻撃していきますね。どのサービス、第2ゲームは 11-4 伊藤美誠が取りました。いやいかがでしたか。そうですね、伊藤選手、まあ、攻め続ける部分と、まあ、井出沢選手を大きく動かすという部分でまあ、戦術がすごいはっきりしているなという感じはあります。なので、まあ、井出沢選手はそれを動かされたらやっぱり動かなきゃいけないですし、やはり自分でもっと積極的に打っていくことが必要かなと思います。ただ伊藤が早いんですよね。早いですね、はい。まあ、一つやはりロングバックに来るロングサーブをどうするかというのは井出沢選手のポイントだと思うので、まあ、回り込んでフォアで打ったりというのは、3ゲーム目逆転のためには必要だと思います。なるほど、回り込んでのフォアですね、はい、第2マッチは第1ゲーム、はい、第2ゲームともに伊藤美誠が取りまして、第3ゲーム勝てば第2マッチ伊藤の勝利が決まります。